まあ、聖徳太子の本はことはですね、この こういう本が、まあ、聖徳太子本当は何がすごいのかっていう、まあ、まあ基本的に日本の思想はですね、聖徳太子にあるんだということをね、私は言ってるわけですね。でしかしですね、そういうことを言う一方の左翼側はですね、まあ、基本的に何を言いたいかっていうとですね、基本的に日本の権威とかある種の権力を代表する意見は聖徳太子にあるというふうに、まあ、思っているためにですね、聖徳太子批判を、まあ、大山のですね、聖徳太子不在論っていうのがあるしですね、それから聖徳太子の馬宿の王子ということによってですね、聖徳太子という名前を消していこうというね、そういう動きが、まあ、はっきりあるわけですね。それからもう一つ あるのは、蘇我氏がですね、全く聖徳太子を まあ、ある意味で利用したというかですね、まあ、そういうことで、ところが、まあ、聖徳太子が結局今日の、まあ、問題も一つあるんですけれども、この馬子がですね、まあ、ご存じのように定備の役で、この物の部氏駅で物の部氏とのこう、要するに仏教と、まあ、神道の争いっていうことがあるわけですが、その間もですね、彼らは非常に暗殺を多くしてるわけね。で、蘇我の馬子っていうのはですね、崇祯天皇を、まあ、殺害しているわけですね。で、それからですね、今日の問題は一つはですね、聖徳太子に対してもそれをやったのではないかという問題なんですね。で、無論蘇我氏がですね、つまり基本的に我よみがえりっていう名前なんだっていうことをね、みんな忘れてるわけですね。馬宿の王子だけをまあ、皆さんは知っているわけですが、馬宿の王子っていうと結局そのまあ、なんとなくこう、そのこれが本名だということでですね、で馬宿っていうことを言って、まあ権威批判をやってるわけですね。で、聖徳太子っていう言葉を外しているわけです。ところが肝心の馬宿っていうのが意味がどういう意味なのかわからない。で、大体皆さんはね、馬宿王という言葉は左翼の造語であるということをね、知らなくちゃいけないですね。つまりこれはですね、馬宿の王なんていうのは誰も言ってないんですよ。で、まあ、まあ基本的に言えばですね、古事記ではこの上積み屋の馬宿の豊臣耳の御子と、まあ、こういう長い名前でね言ってるわけで、それから「日本書紀」の方はですね、この馬宿というね、宿の豊臣の御子の巫女の、まあこれは巫女ですけどね、でこれはほとんどまあ同じこの上積み屋というのをね、まあ古事記の方をつけてますけれども、まあいずれにしてもですね、そういう長い名前で、決して馬宿という名前を王子とつけて、それを彼の題名とするべ名前とするべきじゃない、ないんですね。で、ここにもある種の、まあ、思想的な権威批判があるわけですね。豊臣の美濃って耳というね、まあこれ里井っていう意味なんですけれども、
まあ、あの耳辺のサトシという名前あのつけてるわけですが、これが悟いあるいは賢いっていう意味で、まあ、皆さんお分かりと思うんですけどね。ですから、まあ、10のいろんな人の言葉をですね、一気に一人で聞いてですね、理解できるという、まあ、そういう里耳っていうかね、ことで言っているわけでと、まあ、皆さんはまあご理解してるし、まあ、他の方もまあそういう意味だということで、ね、説明されますけども、ここにもねちょっとね面白いあれがあるんですよ。耳に里こう里つまりなぜ耳という言葉を使ってるかね。で私はねあのこの今日のその蘇我氏の問題は結局あの、まあ、これまで私がずっとこのところここ1、2年問題するユダヤがですねあの日本にたくさん来てるっていう問題と重なってくるわけで、でまああの直にですね豊臣6世紀 5世紀6世紀でね、特にあの古墳においてですねあのたくさんのこういうあの、まあ、まあ皆さんもご存知と思うんですけれども、あのユダヤ人埴輪が来ているとが発見されると、ちょうどそれが6世紀なんです。5、6世紀なんですね。でこれがまあその非常に、まあ、最近おととい先ほどにちょっと私も芝山遺跡にまた一回行ってきたんで、まあダイレクト社の仕事でですね、ダイレクト社が全部今度取っていきますから、まあダイレクト社で今度詳しくこのこれのね問題をあのしゃべりますけど、これはもう関東中にあるわけだね。でこれはですねちょうど同じ時期なんです。この蘇我氏のいる時期、ね、6世紀から完全にその同じ時期にこれがたくさん作られている。でこういう人たちがいる、現実にいるということですね。これは単に象徴的な書き方ではなくて、もうこうやってたくさんいますからね。であのこれもご存知と思うんですけれども、でこれはですね決して芝山遺跡、姫塚、殿塚古墳だけではなくて、この関東中いるわけですね。でこの前あのまさに群馬に行ってきたんですけどね、群馬もそういうものがまたあるということで確認してきたわけですが、まあそれがですね一つの世界を形成しているわけですね。でこれらがどういう人かっていうことはね、全部こう殺生なんですよ。あの死んだ人はそうでないにしてもですね、彼らはこのまあこれは恥氏がですねあの言ってるように、結局殉死者の代わりにこれが作られているということをね言って、まあ殉死がないようにせっかくの人材がですね漁師が死ぬことによってみんな死んでしまったら困るというようなですね、あるいは無理して一緒に殺されてしまうということもあるんで、そういうことないようにということで、まあ、こういうですね埴輪を作ったんだという埴輪のモチベーションがあるわけね。そうするとこれの埴輪がこれだけ作られているのは何かっていうと、これだけユダヤ人たちがね両親に仕えていたということなんですね。でなぜ彼らがそんな両親に仕えていたかっていうと、それだけまあ有能なんですよ。で有能だっていうことは一体何か。でこれがですねちょっとあのまあこの「宿根」っていう言葉がね、あのまあこれはだからよく「宿根」っていうのは大体五代の天皇によってあのまあこの仕えたというようなそういう地位をね、宿根と呼ぶ。この宿根っていう言葉もですね、私はちょっと今度の発表ではですね、この言葉が妙な言葉がたくさんありすぎるっていうことに着目してるわけです。蘇我氏、蘇我氏の蘇我氏、あるいは稲目、
それからこの馬子ですね、馬子なんていう言葉をね、なぜ蘇我馬の馬子と使うのか、あるいは蘇我のまあこのイルカなんていう言葉を使う。でこういう蘇我悩み師とかこの一連の言葉がですね、私は非常に気になるわけですね。でこういう言葉のあり方を、まあ、この前も国史学会でも言ったことと重なりますけれども、こういう言葉が非常に大きな意味を持っている。だから蘇我師というのは我よみがえりなんだということをね言うと、これはもうキリストなんですよね。まあ、これはこういうの伝説は常にこうまあお釈迦様でもそういうことを言うだろうし、まあそういうね生まれ変わりなんていうことは誰でもあり得るんだということでごまかしてますけれども、じゃあ馬宿の王子はどうなんだって。でつまり馬宿の王子と蘇我師、我よみがえりの蘇我師がぴったりとくっついているわけですね。でそれと物部氏と戦っているわけです。ですからこれは神道と仏教の戦いではあるけれども、まあ、これはご存知のように仏教っていうのはね、私は国民の芸術で詳しく書いたんですけれども、有三項目もですね、根本的なところが仏と、つまりブッダとですね、キリストが似てるんだということを言ってるわけですね。でこのことは非常に重要なことでですね、つまりユダヤ人たちはですね、釈迦を勉強しているわけですね。でどういうとこが似てるかっていうとですね、キリスト教の新約聖書のキリスト像はですね、まず新生受胎、12項目ちょっと挙げますとね、まず新生受胎、これはまあだから釈迦もですね、神秘的な像からまあいわゆるそれがマヤのですね、まあ受胎がの受胎にですね、この入り込んで受胎されしたというね、それと神がこの神聖受胎をしたって、これはまあキリストの方ですけど、それから2番目はですね、賢者の礼拝、生まれた時にですね賢者がやってきたっていうことでね、これはまあ三賢者の礼拝って言ってるんですけど、それはもうキリストが生まれた時に三賢者がやってきた、もう三賢者が全部東洋から来てるということがね言えるわけで、おそらく仏教も一人としていると思うんですね。それからまあこれはあと名前の類似性っていうのがあるわけね。これはまあ今言ったマヤとマリアマヤとマリア、まあ、それからいろんな類似性っていうのがねあるわけで、これはこの辺がまあ果たしてそういうふうにね言えるかどうかっていうことは、まあまあ、別のそういうね言語は別なものであるからということで必ずしも説得力がないかもしれませんけれども、しかしやはりこの神聖自体や賢者の礼拝っていう一つのストーリーがね似てるわけですね。それから英字殺しっていうのがあるんですね。これはですからキリストが、つまりこういう非常に優れた人が生まれるということを聞いて、まあ、ピラト、あるいはあれがですね、ローマ軍がですね、このその一体の英字を全部殺していくということをやってるわけです。これ同じことをね、ブッダに対してもやってるっていうわけですね。それから少年時代のですね、に釈迦もキリストもですね、学者と論争したっていう、このことも似てるわけです。まあこれもですね、ですから結局若くしてもですね、まあ、パリサイ人と要するに論争するキリストと、まあ、釈迦がですね
これも若い時にこう、まあ、邪教っていうかですね、まあ、を論難するという、まあ、そういう一つの、まあ、タイプですね。若い時の、まあ、優秀さっていうのをこう言ってるわけで、それから洗礼っていうね、まあ、洗礼っていうのはこれは根本的なことでですね、まあ、だいたいキリストもですね、ヨハネから洗礼を受けるわけです。こういうのもですね、水っていうのはあまりないところ何にもかかわらずですね、なぜ洗礼をするのかっていうようなことが、まあ、あるわけですけど、これはおそらく、まあ、インドのこういうね、洗礼する、まあ、ということを、まあ、書いたっていうかね。それから苦行と悪魔の誘い、これはキリストもですね、ある時に急にいなくなった時に、そういうこの苦行をしている、あるいは悪魔と誘いにのまあ、と出会ってですね、苦労するという、そういう逸話があるわけですね。それから8番目に食物の奇跡で、これはまあモーセなんかもそうですけど、マナってなんかこう一時期まあ、エジプト逃避の時もですね、天から、まあ、食べ物が降ってくる、あるいはそのモーゼがそれをまあ、杖を振りかざすとですね、食物が出てくるとかですね、食物の奇跡、これはもうある意味でインドとかやっぱりああいう砂漠地帯、あるいは荒野地帯、荒野ではですね、こういうこう食物が非常に、まあ、重要であるわけで、これをキリストも釈迦もブッダもですね、それをまあ、奇跡を起こして食物を得るということですね。それから水上を渡る奇跡、これも両方ですね、やはり、まあ、ご存じのようにブッダの場合はですね、みんな弟子が書いてますからね、もちろんキリストも同じように書いてる、ですから当然そういうこう材料をですね、外から求めるっていうことは、つまりキリスト自体から発する、それを見て書くというよりも、あるいは釈迦ブッダそのものをね、こう観察して、あるいはずっと一緒にいてですね、その書き留めるというよりも、やはり作るという、ある種の型を作るということがあるわけです。しかしいずれにしても釈迦の方が原型であるわけですね。それから放蕩息子の帰還というのはこう一つの逸話がありますけど、これも両方似てるわけです。それから低い階級の女性との出会い、まあ、これも珍しく、まあ、釈迦の場合ゴーダマジッタルダっていう王子ですからね、当然そういう、 こう階級の低い女と出会うっていうことは、まあ、あるわけで、こういうところのですね、まあ、優しさっていうか一つの行為っていうのが、まあ、両方特徴づけられるわけですね。それから両方の死の大きさっていう、非常に死というものをね、こう、まあ、一方では 3日後にその、まあ、再生するというね、復活するというもの、まあ、ブッダもそういうふうなねことが、まあ、弟子たちによって期待されて、まあ、そういうことが書かれるわけですが、まあ、いずれにしてもですね、英雄の2人をこう非常に似たものとして考える、ここにですね、蘇我氏が仏教を支持するという中に真意のね、つまり我よみがえるということをね、これも再生ということで、まあ、仏教と共通するわけですね。ですから蘇我氏がなぜ
仏教を支持していた支持するかっていうことは、この蘇我氏がですね、基本的に古代ローマのですね、コンスタンティヌスがキリスト教を公認した後ですね、実を言うとネストリウス派っていうね派ができたわけです。これはどういうことかっていうと、結局キリストは神、神であると、神聖化できると。しかしマリアの方はね、これどう見ても神聖を持っていないっていうね、そういうことを主張する一派なんですね、ストリウス派って。そうしますとね、それは明らかに釈迦と同じなんですね。釈迦はやはり結局そのマヤっていうのはね、やはりマヤとブッダっていうのははっきりと区別しますから、じゃあブッダとそのこのマヤと同列ということはないわけで、ところがキリスト教の場合はマリアも神であるということをするわけですね。これがキリスト教になるわけです。カトリックはそういう。ですからネストリウスの場合はですね、そのマリアをマヤと同じようにですね区別するわけですね。ですからこれがね、蘇我氏がなぜ仏教をでいいんだといった一つの大きな理由なんです。で、蘇我氏というのは我々は目上がりということを最初に言って、その仏教を支持する方向にずっといるのはその類似性であろうと、ね、で彼らはですね、そういうそのネストリウス派として出てきたユダヤ人がだいたい4世紀5世紀来てるわけですね。でそれはもちろん6世紀でも、これははっきり中国に来てるっていうことは、慶教という名前で来てるっていうことははっきり分かってるわけですが、しかしその前にもすでに来てるわけですね。あれは石碑が立つぐらいですから、だいぶ経ってからそういうものをね建てたわけで、ですから5、6世紀に彼が来てる、ネストリウス派が来てると。だこの我々よみがえりの蘇我氏はですね、馬宿の王子と名付けるこのキリストと同じ名前です。でこれはね、後で愚瀬観音のことを言いますけれども、これはご存じのように、ね、夢殿に愚瀬観音が、この旧姓っていう言葉もやはりキリスト教的であるわけで、これあまり愚瀬観音、つまり仏教は何でもあるよってあるっていう学者も多いんですけども、やはりこれをですね、愚瀬観音って他にないんですよ。ですからあれもやはりご存じ法隆寺の今度ね、愚瀬観音、梅戸の愚瀬観音、あれも鳥伏が作ったわけですけれども、この辺もですね、やはりキリスト教というふうにダブルイメージになっている。ところが日本人はそれを気がつかないわけですね。つまりキリスト教という名前、あるいはネストリウス派系教というものを意識しない。しかし蘇我氏という名前が不思議だなとみんな思っているに違いないんですけれども、それが読み解けないわけですね。ですから蘇我四代、四代もわたってキリスト天皇の下にですね常におられ、そして妃をね、みんなその蘇我氏から出して完全に聖徳太子もその蘇我氏の血を入ってるわけですね。ですからそういうことでですね、日本をキリスト教化しようとしたっていう、私は見たわけです。でこれがですね、結局今だって日本はキリスト教が 1% もいませんから、それでも分かるようにですね、神道が強いんですよ。で神道っていうのはもちろん物の別紙なんですけど、で結局ですね、今日
一つ言いたいのは、ここにも書いてあるように、日本、つまり神道があったためにですね、日本は強くなってる、あるいは神道が基本であるという、で個人宗教のところでですね仏教を入れたわけで、これはある意味ではキリスト教と似てるところがあるわけですね。で西洋の場合はですね、あの旧約聖書というユダヤの共同宗教の、まあ、つまり共同社会、共同宗教、そして神、つまり私に従うっていうことを常に約束させる、そういう、まあ、ある意味でのね、まあ、契約、神との契約を常に強制しながら、そしてそれを破ったやつは常にこう、そのある意味で罪を負うというね、そういう連続ですからね、それがあの旧約の聖書なわけです。ですからね、これはあのやはりあのそういうユダヤ人が結局キリスト教に、まあ、ネストリさんに入っている、大体キリスト教徒も、まあ、これご存じと思うんですけど、全部ユダヤ人なんですね。ですからそれがですね、日本に来て来たということは、まあ、あの何度も言うんですね、まあ、彼らがディアスポラになるから、ね、でこのネストリウス派もディアスポラになるわけで、帰るところがないわけです。ユダヤ人であると同時にですね、ですからこういう人たちがいかに多く来たかっていう問題が、この時代によく理解されないと、この蘇我氏のテロリズムがわからない。崇祯天皇を暗殺してるんですよね。で今日言うのはね、実を言うとこれは非常に深刻な問題、聖徳太子まで殺されたんじゃないかということなんで、私はほぼ確信してるんですね、そうされたと。で大体その息子、この山城上野王子が一族が全部暗殺されるわけでね、まあ暗殺、最後は自殺に追い込まれるわけですけど、そういうね、非常に日本人に合わないですよ。縄文時代の日本人っていうのは戦争しなかった、そういう武器も作らなかったね、でそういう平和な民族であるわけで、そしてそれがアマテラス系としてですね存在しているわけ。今ね、私ちょっと関西に来ると必ず、まあご存知と思うんですけどね、地下鉄エレベーターが右側をみんな集まってるわけね、東京は左ですよね。でこれいつもね面白いなと思いますよね、こんな東京が首都であるのに、でみんなですね、こう言葉はもう標準語に合わせようとし、関西はきちっとですね常にこの右に並んでるというね、まああのそしてその伝統をずっと守ってる。でこのこと自体がね、あの、まあ、つまり一番 見やすいわけですけれども、あの日本の大きなですね、あの、まあ、実を言うと関東東北っていうのは私 あのあれではですね、太陽を昇るところに人々が来た、そして縄文時代の地図を見てみれば分かるように、縄文遺跡は圧倒的に東だけなんです。あの西の方はほとんどないですね。で縄文遺跡の列はもう青森からずっとですね、静岡までずっとありまして、特に関東が濃密なわけですね。そして縄文時代は 90% は関東東北の人口がいたということ で、そしてこのことはね、あの縄文時代がいかにその太陽を昇る日高み国という国があったと、これが高間原になったんだということをね、私は言ってるわけで、圧倒的にそれはもう縄文遺跡の数でよくわかるんです。でそしてずっともうほとんど途切れなくですね、東北の青森から、まあ今度北海道に行きますけど、北海道からあったに違いないです、縄文はね、ずっと。そしてそれがほとんど関東東北が中心として、関西
関西は若干あるけれども、九州も若干あるけど、ほとんどもう10分の1ぐらいしかないですね、日本関東東北。この事実はですね、結局関東東北に人々は来ていて、日本の精神はもともと関東東北だったということですね。それは太陽を昇るということを見に来てやってきた人々こそ、そこにまず日の丸まあ、まさにですね、日本という日の本が当然出てくるわけで、日本という言葉は8世紀から出てきますからね。でその辺からもうすでに大和っていうのは日本であると。で、まあ、そういうことがねしっかりあった。だから日高見国が中心としてあった。で高見結びという天皇がおられたと。こっから天皇が始まるというね。でこういうことがですね、ほぼ事実として明らかになっている。つまりこれはもう決してその嘘でも何でもない、ね、今日これはもうですから、東北に日高地方っていう、北上が日高見川っていうんですね。あそこに日高神社があって、そのあずっと日高地、つまりそういう太陽を昇る場所としての縄文遺跡がずっと続いているわけです。で関東に一番多いわけですね。それから実を言うと古墳もですね、関東の数としては多いんですよ、関西よりも。しかし大きなものは天皇がおられるところでね、当然大きいものはこっちは多いんですけど、しかしですね、それを作ったのは誰か、果たしですよ。でこのことがね、なぜかって応神天皇が同時に弓月国からですね、1万8000人の、ね、ユダヤ人を引き受けたわけです。でそれが日本の中に完全に入り込むわけで、それがほとんど関東東北にも来るわけで、各地みんな散らばっていくわけですが、で結局その時はすでに日高見国が大和国にどんどん移っていく、つまり鹿島から鹿児島へというね、そういうことでまさに天孫降臨をしたわけですね。で天孫降臨というのは海からやってきたということしか考えられないわけですね。ですから上下関係なんていうことをね考えて、それはそんな話が天国みたいな話は嘘だから、神話は全部嘘だっていう、まあ大体そういう人たちが今までのね左翼、左翼というか常識とされていますけど、そういうことではなくて、やはり神仙小十六に書いてあるようにですね、神別は全部藤原氏、物部氏、全部関東から来た人たち、関東から来た人たちが神と呼ばれた。そしてその結局要するに国のですね、国つかみの方が関西ですね。でそこにこれはまあ佐野が出雲に入り込んで、でその関係で関東と関西っていうのが出来上がるわけですね。で関西っていうのは何か、なぜこんなに右にずっと我々がどうして左なのか、それは決して違い、同じ人間、同じ日本人なんですね。だからもう話は通じるしですね、別に違和感がないけれども、なぜそういうことを守ってるか、いやそれは違いっていうものをね、これ感じるからなんですよ。これつまりあれと違う伝統があるっていう認識が体に出来上がってるわけですね。だから未だにそういう、ああ面白いなと思います。それからね、非常に関西に来ると活気があるわけですね。でおしゃべりが多いしさ、これはまあ皆さん感じてると思う、全く違うなっていう感じがするわけですね。でこれはですからね、同じ日本人でもやっぱり面白いなっていう感じで見るわけですね。私はだから京都はユダヤ人旗師によって作られたっていうことは、渦政が全部ですね彼らの土地だったし、この要するに天皇のおられるところの土地はですね、旗川勝の土地だったっていうことでね、ちゃんとそれが証拠もあるわけで、
まあ、そういうことがね、こう帰ってこういう海外の人たちが入ってくることが関西九州の特色になっていくわけですから、ちょっと違うなっていう感じをね、常に持つのはそれなんだなということをね、私は認識しているわけです。 ですから、まあ、文化がですね、関西関東に関西からね西にあるんだという感じを持たせたのは平安時代以降なんですね。それまでは奈良まではですね、全部関東から持ってきたもの、例えば春日大社は興福寺は全部藤原家のもので、藤原氏は藤っていうのは富士山の富士ですからね、こういう人たちが関東から持ってきた。そして奈良の鹿は鹿島神社の鹿ですからね、それもちゃんと春日大社がちゃんと言ってるわけです。あそこにね、こうちゃんと掛け軸があって鹿があって、その向こうに太陽があるわけね。ですからこの歴史っていうのをね、まあこれはもう皆さんもぜひ関西の方もね強く認識していただきたいと思う。つまり日本っていうのは大山と日高見国なんだっていうことですね。2つあったんですよ、大山と日高見国のこの2つがあったんだ、この今でも同じだったということです。ですからここに来てですね、いつも面白いなと思いますよね。なんとなくごちゃごちゃしてるし、しかしなんとなく洗練もされてるしですね、まあところが関東東北でもちゃんと文化がある、んだという、だから縄文時代の土器が圧倒的に関東東北が強いわけですね。この素晴らしさっていうのは、まああんまり世界的に知られてませんけどね、縄文土器の芸術性っていうのはこれは世界最高なんです。私はイタリアでそれを持っていこうという企画をして、向こうは大賛成してくれて、まあぜひやりたい、ところがこの豚ウイルスがあってですね、ちょっと途切れてるんですけど、向こうは仏像を持ってきてくれと言って、運慶だ君麿だ、まあ私が宣伝したこともあるんですけども、私の日本美術全集を見てね、ぜひこれは持ってきてくれと、イタリアで認めれれば世界で認められるから、それで持ってきてくれって、で私は文化省とね掛け合って、まあ、津川さんが、津川さんというのはね、太秦の明らかにこういう顔してる人ですけどね、まあもともと畑師系だっていうことがよく分かる。そういうのが俳優、大体 芸人がそういう人が多いわけだね。で彼もだから私と一緒にですね、奈良と京都の仏像を見て回って、これはすごいと、でこれを持っていこうということで、まあ、150周年の日のね、条約を祝う年に向こうへ持っていったんです。ところが文化庁はですね、文化庁は何がダメかっていうと、何が日本の美なんだっていうことは分かってないんですよ。だから仏像っていうのがね、一番精神性があるわけですよ。で宗教美術って向こうだってキリスト教美術でミケランジェロがいるし、レオナルド・ダ・ヴィンチがいるわけでね、日本も同じなんですよ。運慶、そして君麿、将軍満腹が全部仏教美術ですごいものがいるわけね。でこれを持っていかないとダメだって文化庁に言ってるけど、それがわからない。ですからまあ1点か2点か似たようなものを持っていっただけで、あとはもうつまらない、まあつまらないのばっかしって言うと失礼なんですけどね、結構いいものも多いんですが、まあ残念ながら傑作はいかなかった。しかしそれでも非常に衝撃を与えてるわけね、こんなに素晴らしいと。だからドナテロ級のものがたくさんあるんだなっていうことをね、で我々がカタログをね全部いいものを入れて書いたために、もうこれはもう次へぜひやってくれっていうことで来たんですけど、残念ながらイタリアはお金がないもんだから日本で出せと言って日本はもう文化庁はケチですからね、文化庁なんていうのは大学の一大学、国立大学の一大学の予算より低いんですから、1000億しかないんです。東北大なんて3000億4000億、もう東大なんていうのはその10倍3倍ぐらいわけね、それの。ですからそんな文化庁じゃですね、日本の文化なんか宣伝なんかできっこないんですよ。
ですからせっかくの関西にあるこれ素晴らしい仏像が知られてない。この仏像は関西がいいんですよ。これはもう見事なもんでね。でこれは今日から今日やるですね、この今日やるっていうかもうすでにやってる日本の仏教の日本化した仏教、この神仏習合のすごさっていうのが仏像に出てるわけです。公共に対して働き声を出しているんですね、仏像っていうのは。つまり本当にその私はまあ仏教っていうのはね個人宗教だと思ってる。つまり一人一人のねこう違いっていうものに声をかけるわけですね。それが仏教の仏の声なんです。ですからみんなやっぱりそれを聞きに行くわけです。で仏っていうのは仏と毛って毛っていうのは形なんです。だから仏像が日本では大事なんです。仏像を見ながらこれが仏の姿なんだっていうことが分からなきゃいけない。宗教っていうのはねもともとその宗教を信じている坊さんが偉いからみんな信じるんです。その偉くなければですね誰も信じない。キリストだとするでしょ、あの十二使徒は全部ああキリストすごい人だなということでついていくわけですよ。この人についていきたいっていうんでついていく、これが宗教なのね。で日本では釈迦がインドだからねその末裔もいないもんですから仏像にしちゃったんですよ。だから仏っていうんで仏がブッダなんで、だから一生懸命武士がですね懸命になって作るわけです。で武士というあの名称は日本しかない。仏像を作る専門のプロ、これが武士なんですね。朝鮮にも中国にもないんです武士という言葉が。みんな同じようなタイプであの作るわけですね。それができるのが日本だけなんですよ、仏像が素晴らしいのは。それは何かっていうと神道が自然道として人間に訴えるそういう基本的な共同社会の中に個人が違うんだということを訴える。だから仏像の一人一人の顔が全部違うんです。日本はねステレオタイプに作ってないんです。俺は たまたまそういう武士を呼べなかったんだろうっていう、そうじゃないんです。やっぱりみんな違う、まあ下手な武士もいますけどね、でもやはりそれなりに違うんですよね。それ何かっていうと仏像の中にですねそういう一人一人が違うということをねあの語っていることによって、で最後はね怒りの像が日本は美しいんです。まあこれはまあ何度も言ってるんですけどね。だから四天王とかですねそれから十二神将とか、まあ、修羅の像もそうですね。あ、そういう怒りの像がたくさんある。それが美しいって何かっていうと公共を知ってるからね。つまり公を知らないと怒りなんてないわけですね。個人的にこの野郎なんて個人的な支援でね言ってるの言ってる顔は、これはもうキリスト教でもそういう怒りはねいけないということで大罪の一つなんです。七大罪の一つ。だから癒し、皆さんねだから仏像を見て下にですねこの邪気があるでしょ、あの邪気の家あの邪気の怒りとかねあの態度は全くあのまあなんていうかこれほどですね醜いものはないんですよ。だけどもその上に立つ四天王のですね怒りっていうのはこれほど輝いているものはないんですね。これがねやっぱり日本のすごいことなんです。つまり神道があるから公共っていうのを知っているからね。でみんなで行くというみんなでこうフェアに生きていくということの中にね、あるいは天皇という存在があるということそのものもその中に入るわけですね。で神道っていうのはやっぱりそういうことが日本の絶対犯してならないっていうことをね知っている人たちが日本にいるっていうことですね。でそういう共同社会の大事さっていうのを知っているから日本人っていうのは
素晴らしい仏像を作るわけです。しかしですね、まあ、それを持ち込んだのが蘇我氏ということになるとちょっとおかしいじゃないかということなんですけど、蘇我氏はですね嘘をついてるんですよ。我よみがえりの方、生まれたの王子の方を取れって日本に来た人たちなの。このまあスパイ行為っていうかね、これを日本人が分からずにですね、非常に有能な、まあ、馬子なんかもね、馬子、あの馬を馬子なんていうのは名前おかしいでしょうね。馬を引っ張る人ですからね、最低の人ですよ。まあ最低の人っていうよりも、まあ少なくとも騎士じゃないですね。それをね、最初の名前、あのまあ偉いですね、こう人の名前につけてるっていうこと自体がね、自分で自称してるっていうのはおかしいわけですよ。で、私はね、あの調べていくとね、関東に群馬県ってなんです。あそこに馬が最初に入ってるんですよ。で、あそこがですね、馬、群馬県っていうだけあって、あのタコシっていうのがね、いてですね、これはタコシの子っていうのは、あの西方の人は、中国のもっと西の人だっていう意味で、タコ、このタコの子があるわけね。で、羊大夫っていうのがね、で羊を連れてきた人たち。で、これはやっぱりあのまさに畑氏でもあるし、伊豆帰国の 民である。で、これがユダヤ人なんです。で、このユダヤ人っていうのは何か、これこそね、信教に固まっている人たちなんです。ですから、で、この人たちがいかに日本をですね、ユダヤ教化するか。で、まあこれは本当はあのもっとちゃんと皆さんにね、大きなあれで映したいと思うんですけど、これはね、馬がいるわけね。馬の上にちゃんと水らをつけてるわけ。で、水らをつけたユダヤ人が乗ってるっていう例なんですね。あまりね、こう馬だけのあの埴輪が多いんですけど、これ皆さんに初公開です。これ今度見つけたわけですが、こういうものがね、あの関東にあるわけですね、もちろん。で、群馬にあるんです、これは。で、群馬にですね、水らをつけた兵士が馬に乗ってるわけです。だいたい皆さん、あの馬っていうとね、この下の馬だけをお考えになると、これはもうはっきり言って彼らが連れてきたっていう、まあ一つの、まあ、証拠でもあるわけよね。で、こういう馬を日本に、あの埴輪のこの馬を連れてきたのは彼らだっていうことをね、まあ言ってるところがあるわけ。もちろんそれを引いてる人もいるわけ。その名前をつけてるのが蘇我の馬子ですよ。ですから俺たちは馬を連れてきたんだっていうことを言ってるわけですね。それからエミシっていう言葉がある。エミシっていうのは結局なんか蝦夷、それ以後ね、こう皆さんはまあ、ね、東北から北海道にいる野蛮人だっていうね、 あるいはアイヌ人だとか、まあなんというか、あの生きがいの人みたいなね、そうじゃないんですよ。この人たちみんな畑氏なんです。ユダヤ人なんです。だからアテルイっていうのもそういう人たちなんね。それ坂の上のタマラムがそれを退陣しに行くわけですけれども、すぐに、まあ、何度か戦ってもすぐに従って彼らを連れてきてた。坂の上のタムラモが何て言うかっていうと、この人たちに任せろと、ちゃんとやってくれてんだっていうことを言ったんです、坂の上タムラモが。そしたら京都の貴族たちが全部殺せって言ったわけですね。殺しちゃったわけです。それでその顔がものすごい顔してるわけね。大きな鼻の高い、もう完全に果たし、あるいはユダヤ人系なんで、皆さんはまあユダヤ人系なんて言うと、ね、なんかおかしなことというふうに思えるかもしれません。まあ、これはまあそうじゃないんですよ。全てが皆さんの中に入ってるんです。 40% もね。だから日本人は民度が高い、
わけです。でこれはあの朝鮮にはそれがないんですよ。で朝鮮にも入ってるんですよ。というと新羅、百済は全部彼らが入ってるね。ところが彼らは帰って逃げちゃう。で、あの大体ユダヤ人っていうのはディアスポラですからね、逃げるのが好きなんまあ好きってわけじゃないけれども、安定しないことが好きなんね。だから松尾芭蕉なんていうのはもう毎日俳句を作るのにさ、いつも歩いてるわけです。俳句なんていうのはまあ京都にいればいくらでもできそうだけど、別に そこにいないでずっと東北まで来てるわけですね。でも東北でちゃんとですね、まあみんなあの作ってるわけですよ。でこれは何かっていうと、やはりですね、彼らは決して一つのところにいることができない人たち、まあこう言ってしまうとあれですけど、それは何かっていうと、もう最初から追われてる人たちだから、まあそういうのが習い性になるわけですね。で世界にこういるんですよ。だから日本に来たりもちっともあの珍しいことではないんですよね、日本に。ところが日本人は純粋な日本人だと思い込んでますけど、皆さん一人一人の顔を見てるといろんな顔があってですね、さっきもね福島の方がまあこれは果たしだなっていう感じで見てたんですけど、やっぱりそういう人たちが、で私自身松尾氏ですからね、果たしなんですよ。だからそういう人たちが高橋さん、林さん、いくらでもいます。で、その名前なんか全部変えてるんですね。だから8世紀後なんです。全部名前を変えて日本の中に入り込んだわけで。で、それは何かっていうと、蘇我氏が敗れたからなんです。蘇我氏はね、結局何でも言うようにキリスト教を持ってきたんですよ。で、それはどういうことかっていうとね、これからあのまあ、この皆さんにお配りしたこれはですね、このこれをあのご覧になって分かるようにですね、馬宿の王子とかね、名前の蘇我氏という意味が、蘇我が我よみがえり、キリスト、いや馬宿の王子はキリストに符合すること以外に、馬の馬子とかね、それからまあイルカとかっていうのもね、鹿っていうのは日本の動物ですからね。鹿っていうのはだからそれを、つまり奈良の鹿がいるわけね。ああいう、まあ、つまり鹿をですね、あの入れたっていうね。だから蘇我氏の中に鹿を入れる。つまりキリスト教化しようとするわけね。で恵美氏もその同じことですよ。ですから恵美氏そのものがもう果たし、あるいは蘇我氏ですからね。でさっき言ったようにですね、長い間この前言ったのはこの宿根っていう、まあこの言葉の意味っていうのは宿を取ったユダヤ人たちっていう意味なんですよ。つまり旅行している人たちが宿を取るっていう意味なんです。なぜね宿根なんていう言葉をあの総理大臣の名前につけちゃうか、それは知ってるから、日本人がこいつら来たんだと、向こうからね。しかし非常に有能だと、旗の技術も知ってるし、つまりあらゆる動物をね連れてきたしですね、まあ、まあ、すがって馬を連れてきたしですね、まあ羊も連れてきたに違いないんだけど、しかしそれはまあ日本に合わないということで、これは天武天皇がね、あの時から動物を食わないようにしようということをね、はっきり言ってますから。で、そしてミズラ。先ほどちょっと言いたいのはね、なぜ聖徳太子が耳の里っていうことを言ってるのか。あれはミズラをつけてたんですよ、あの聖徳太子は。これはもう明らかですね。これはあの聖徳太子の16歳の像。2歳の像だとまだね噛み合ないですから、しかし16歳の像から全部ミズラをつけてるんです。これはユダヤ人じゃないですか。だけども彼はそういうユダヤ人の格好をさせられたっていうことね。それから同時に聖徳太子の像の両脇にいる
子供がですね全部やっぱこう水面をつけて、しかしそれを天武天皇がですね水面をやめようって言ったのが7世紀末なんね。で7世紀の末の時にもう蘇我氏が敗れてですねいなくなって、畑氏だけが残る。で畑氏と蘇我氏というのはどう違うかというとですね、畑氏の方が早く来ているわけ。これはもうだから紀元前660年の最初の日本の神武天皇の開国の時に彼らも来てるから助けてるわけだね。そしてその後ですね、だいたい基本的に出雲の中心とした裏日本に彼らがいるようになる。縄文の時はほとんど東側なんで、彼らは西側の裏日本にずっと住み込むわけですね、出雲を中心として。そしてこのお墓が四角いお墓を作り始める。あの日本の古墳というのはだいたい前方後円墳が中心ですけど、彼らは四角いお墓を作るね。でそれがねだいたい北陸にも多いわけです、ね、で原則的にその四角い墓を作るのはだいたい彼らなんですね。やっぱりヨーロッパはそれ四角いですからね、全て方形っていうのが大事にするわけで、まあ幾何学的な方形っていうのがね西洋 でそれをまた今度は都市に持ってきたのが果たしてね。そして平城京や平安京は全部碁盤状に作るわけです。これはもう完全に西洋的なやり方で、それを中国が真似して日本まで持ってくるわけです。ですから四角っていうのはそういうある種の幾何学的なねこう政治性を持ってますから、で日本はそういう日本のこう前方後円墳っていうのは明らかに円っていうものが天であるし、方形の部分が地であると。だから天土という意味があって、そこに天のところに埋葬するわけだね。で天に昇る、つまりまあ神となるわけです。で日本人は人が神である、神は人でありということがねこれははっきりしてるわけです。だからこんな天上の神なんていうのは考えたことはないんですよ。だから日本に来ると全部一神教を捨ててしまうわけね。そんな現実、つまり自然であれば十分なんです。まあこういうことはね私は真珠いろんなところに行ってるんですけど、日本私はまあ資質な礼拝堂の私は専門家なんです。あそこで10年足場の上に登って研究してきたわけでね、まあ非常に感動的でしたけど、あそこは完全にですね旧約聖書の創世記の場面が書いてある。で我々はですね光があるっていったら太陽を思い出す。だから太陽を見るためにね人々がやってくる、それが日本人なんだね。日の丸を持った日本人なんだ。獅子の礼拝堂のですねあそこに何があるかと、最初はですね太陽があるのは3日目なんですよ。3日目に太陽が出てくる。それも神が作ったって言って太陽が出てくるわけ。最初にあるのは光や光っていうのをね神が作ってしまう。闇っていうのも彼らが作ってしまう。その最初の絵がそれなんです。なんでこんな絵を描くんだろうと私は思ってるわけでね。神が光あれって言えば光があった。闇があれって言ったら闇が出てきた。そして3日目に太陽作れた太陽が出てきた。こんなことはまあ私はまあだからそういう西洋を最初まあ50年ぐらいまあ30年ぐらい研究してましたけど、自分がキリスト教徒になれないなっていうのはそこからなんですよね。だからキリスト教っていうのは自然よりもはるかに神を大事にする。ところが神っていうのは一体どこにあるか。最後の審判見るとね神をみんなが待ってるだけなんです。これは最後の審判なのね。ああこれで分かったと。神はいないんだと。だけど待ってるっていうことは確かだ。ですから彼らはみんな待ってるだけなんですよ。西洋人っていうのは。キリスト教徒はみんな待ってるだけなんですよ。
そういうことが分かればですね、西洋っていうのはなんてことはないわけですね。嘘で生きてるわけ。だって聞くないんですから。だから日本が一番自主的に毎日上り降りていく太陽を拝む、お天道様として拝むっていうことが最も自然な信仰形態で、これを絶対壊しちゃいけない。あるいはこれは壊せっこないんですよ。だって当たり前のことですから。だからこれ絶対壊れないんです。で、皆さんは神道教育なんて受けたことはない。今日もちょっと関連してあったけど、本当俗っぽいことでね、自分の研究のことばっかり言ってるんです。あれは神主さんでね、工夫寺さんなのかなと思ってね。でもあれでいいんですよ。あれで結局そういうことをやっていることで自然のままでいいんだから、別に宮司ってことで威張る必要はないんでね。仏教徒 の坊さんの方がむっぽど威張ってるわけで、そのくせもキャバレーに行くくせですねとんでもないわけ。みんな再退してですね、まあしかしそれもそれでいいんですよ。で、日本にいればそんなに極端にならないからね、自然道ですから。だから日本ということは非常に全てがねうまくいってるなって分かります。今だって先生、いろんなところに戦争があったって、日本なんかほとんど心配する必要ないんですよ。何も引っかかるし、日本なんかを攻める必要もないしですね。攻めるって言ったら大変なことなんです。歴史にいろんなモチベーションを作るですね争いがあった。どこと争いなんですか。日本は中国だってほとんどないんですよ。中国が入ってきっこないんですよ、日本に。それからアメリカだってまあ来たけれども、あれも私の方によるとですね、最初から密約があるんですよ。50-50で行こうということでやってるんです。だから日本っていうのはね、そういう才覚があるし、向こうが攻めることもできないんですよ。私は今度はね、日本と中国の古代史というのを書いたんです。兆候、つまり向こうは日本から兆候が来たって言ってるんですけど、そんなことありえないんだって言ってるんです。だって一度も中国から日本に来て従えるようなことは何もしてないんです。大量に来たことありますか。中国は一度もないんですよ、現代に至っても。日本の移民なんか、中国の移民なんてほとんど無力ですよ。だから大丈夫なんですよ。日本なんか中国からも攻められないしですね、安心していいんですよ。日本っていうのはそういう国なんです。で、世界が思ってるし、アメリカだって攻めたとして格好だけは勝ったと言ってますけども、50-50なんです。で、今日行ってもね、あそこはやられなかったっていうね、結局ね、伊勢神、まあ京都や奈良をねやってないんですよ、中国、アメリカはね。それからもう伊勢神宮もやってないし、鹿児島神宮もやってないし、神宮と作るところ、あるいは天皇と関係するところはほとんどやってない。皇居だって一度も爆撃してないんですよ。あんなところ爆撃すればいいし、天皇なんて、ね、長野にも行ったことないんですから、長野にちゃんと城塞があるのにもかかわらずね、結局そういうこともしないで済んだ。それは何かっていうと、日本が長い間の歴史で世界とちゃんと取引してるんです。これはもう大したもんですよ。靖国神社なんて攻撃されてないんですから、あんな軍国主義の塊みたいな神社がね。それは日本が負けてないっていうことなんだから、天皇がですね、いくら終戦の詔勅を読んだわけ、敗戦の詔勅じゃないんです。敗れたっていうことを認めてないんです、全然。ですからそういうこともね、全部皆さんがいつの間にかそういうふうになってしまった、負けたと思ってね、そういうことは一切ないんです。まあいずれにしてもですね、今言った蘇我氏がのことはね、彼の仏教というのはそういうものだということをお話したわけで、それから蘇我の動きがそういう仏教徒であるのはなぜ春天皇を殺害するか、暗殺するか。こんな人を殺害する仏教徒はいますか。これ、それが仏教徒を入れるって言ってる人々がですね、天皇を殺害してしまうっていうことはなぜできるんですか。まあ
やった人は、ね、大和、つまり漢と書いた、つまり中国人らしいんですけども、だからユダヤ人に使われた中国人が日本の天皇を殺したっていうわけですね。まあ、確かに崇神天皇っていうのは蘇我馬子が指名したわけで、自分が指名したんだからね、それで自分とこうなんか仏教に反対するようなことだっていうことで、そうじゃないんですよ。これはもう完全に権力を握ろうとするだけのことだね、馬子っていうのは。そしてですね、この6番目の聖徳太子暗殺されたかっていう問題、この一番の証拠はですね、次に書いてある母キサキが、特にキサキの場合ですね、これは2月21日に死んでる。で、聖徳太子は2月22日に亡くなってる。これどういうことですか。大体殉死、つまりご主人が死んだならば、その翌日にですね、首を切るべきなんて、べきなんて言うとあれですけどね、殉死ならばね、つまり私の愛する夫が死んだ、もう私は生きていけられないということで死ぬ後じゃないですか。なぜ前に死んでるんですか。これはもう毒殺されてるんですよ。殺されてるから、殺されたからこそ前に死んでる。つまり聖徳太子が死ぬっていうことを予感してるわけ、予感できる。この21日と22日の違い、1日前に奥さんが死んでるわけだね。で、ここに、まあ、ここにですね、まあ、聖徳太子の奥さんが何人かいますから、一番最愛の人のこの、まあ、名前がですね、これを実を言うと嫉妬している別の奥さんがいてっていうことは、それが実を言うと蘇我の馬子の子供だったという、つまりの女性娘がやっぱり彼のね奥さんにもなってるんですけど、まあ4人いるわけですけど、いずれにしてもその複雑な関係はあるにしてもですね、最愛のまあ女性と、まあ、一緒に死にたいっていうようなことを言ってるっていうことで、別にそこを今の歴史家はほとんど問題にしてないんですけども、私はここにですね、つまりユダヤ人っていうのは権力をね取るっていうこと、支配しようとするものすごいこうまあ少数派民族であるということがあってですね、それは日本では可能だということで追求しているのが、私は蘇我氏だという認識がある。で、こういうことでね、太子のまあお亡くなりになる1日前にですね、奥様が死んだということは、まず奥さんを殺して、そして聖徳太子を毒殺するというね、そういう手当て、まあこれはまあ首を切るとかね、こう堂々とこの攻撃してですね、弓で射るとか、そういうことはしない、はい、そして一番重要なのはね、葬式が、もがりが長くやってないんですよ。一日で葬式、つまり葬ってしまうわけね。で、これは崇神天皇も同じなんです。で、暗殺した天皇も同じようにもがりをやらない。これはもう天皇がね、お亡くなりになったら、崩御されたら必ず長い1週間あるいは1ヶ月あるいは数年ぐらいやるっていうことがね、当然なわけですが、崇神天皇も聖徳太子もやってないわけですね。で、これはもう早く切りつけてしまうと、忘れさせてしまうと。しかしね、天皇を殺した例というのは前にもあるんですけれども、その場合はですね、下手人は殺されてるんですよ、後でね。
ところがなぜ馬子が殺されないのか、つまりここにですね、つまりそういうことがあっても必ずその復讐を受けるんだということは当然なわけでね、まあそれが我々の、まあ、常識であるはずなんですけども、なぜ馬子がたとえ自分がですね指名した天皇であれですね、一度天皇になったらそれは違うんですよ。それは全ての日本人のですねこの締めらみことになるわけです。それを勝手にですね最初つまり下の者が殺していいのかどうか、ね、でその問題が未だに解けてないわけです。でそこをですね、まあ私はもちろんこう細かなディテールはね論文で書きますけれども、しかし皆さんにはそういう問題をねつまり春天皇、例えば自分の息子であってもね、やはり天皇の血筋っていうのは男系で一貫しているわけで、これをねこういう天皇をね他のこういう蘇我氏のようなね外来の、まあもちろん帰化はしてますけれども、そういうですね、まあキリスト教を信じている、まあ潜在的に信じている彼らがね、これは何かというと、やっぱりキリスト教が旧約というものを持って共同宗教で一方である限りはですね、共同のためには何やってもいいというようなことが必ずあるんですね。それはこの場合は神のためにや何やってもいいという、それがずっとマルクスまで来ると人民のために何やってもいいというね、そういうことになるわけです。ですからユダヤ人の一つの特徴でもあるわけですね。ですからこのそこを適用すれば、明らかにこの崇祯天皇をやりですね、そして聖徳太子もやったとしたら、まあこれはもう当然一貫した論理であるわけです。つまり自分たちの権力を犯す者は全て殺してもいいんだと、つまり神のために何でも殺してもいいんだというね、そういうことの同じ論理ですよ。そして蘇我入鹿は次の息子がですね、蘇我内氏の後の入鹿が山城江の王子の一族を全部殺してしまう、これが643年ね。でこれによってつまりこの一子の変が起きてですね、今度は逆にでちょっと面白いのはね、643年に畑氏がね逃げ出してるんですよ。でどこに行ったかっていうと赤穂に行ってるわけね。ですから赤穂のあそこに畑川勝の神社があるし、あそこは畑川勝が善行を積んでですねところなんです。ですからぜひ皆さん、まあ、あそこの赤穂に行っていただくと、まああそこに祀った神社のねあれこそが本当に畑氏が初めて日本というものをねこう愛して、そして日本のために死んだわけですね。だから畑氏というのは本当に蘇我氏と対照的なユダヤ人なんです。ユダヤ人系ですよね。で、まあ、どんどんその畑氏というのは日本化していくわけで、いろんな混血していきますから、今では分からなくなっているんですけども、で皆さん中に入ってきてもそれがもう消えていく、これも彼らの作戦なんですね。全部自分たちの名前っていうのを出さない。しかし赤穂浪士って皆さんあるでしょう、これは江戸時代の話だ。あれこそですねユダヤ人のある種の復讐、怨恨、復讐というそういう精神をよく示しているものはないんですね。赤穂浪士っていうのはね、ですから自分たちの主君浅野
神をですね倒した、絶対に復讐しなくちゃいけない四十七士が団結してですね、あれを殺すわけです。あんなのも珍しいわけです、日本のね。だから日本ではものすごい人気が出てきたんで、出てるんですけれども、実を言うとあれは果たしかできない。あんな日本はね、水に流しちゃうんですよ。日本はその怨恨っていうものはそれほど強くない。ですから呪いっていうのもね、日本にはそんなに多くないんですよ。ところが彼らが入ってくるとそれが非常に強くなる。ですからね、これもね、やっぱりこれも面白い歴史があってですね、果たしが入ってくるときになんか殺人が出てくるというようなね、あるいは島流しが出てくる、あるいはもう極端な罰が受けてしまうというね、こういう歴史はちょっと私は面白いなと思って、面白いっていうか、こういう異質の存在が常に日本の中にあって、それがまた日本をねこう活気づけるという、まあご存知のように能役者の世阿弥安奈美がね、これ畑川勝の子孫だと言っていることにちょうどよく当たるわけです。で、一子の変でですね、蘇我氏の馬子の首が飛ぶわけですね。あの首を飛んでるとっていうのは、あれ江戸にできた、江戸で描かれたあれですからね、巻物の絵ですから、まあちょっと誇張はしてますけど、やはり首を飛んで、あれだけ飛んで、今首塚っていうのがありますけど、あれはだから日本人の変更痛快さっていうかですね、あんな、まあ、少なくともね、半世紀は蘇我が支配したわけですから、まあ半世紀以上ですね。ですからそれに対するものすごい反動があって、それが大化の改新ですね、行くわけですね。で、大化の改新でですね、また聖徳太子の精神が生き返ってくるわけで、まあこれはまたその彼の政治思想っていうのがね、公共というものを常に意識する。だからまあ確かに律令制っていうのは、まあまだまだね、こう個人所有が認められないわけですけど、しかしそういう精神はやはり神道というものがあったとおかげである。で、今回まあ皆さん、東京の方は来ていただいて、聖徳太子が作った神社をね巡ってみるっていうことも、これもやるわけで、まあこの辺もですね、実を言うとここ全部調べてきたんですけども、まあいずれにしてもそのツアーのところでお話したいと思うんです。まあちょっと長くなりましたけども、これで終わりにすると思います。ちょっと長くなりました。どうもありがとうございました。